して中にぶち込みたいと思います。やらってよかった。どうも皆さんこんにちは、キャンパクチャンネルのゲストです。今日もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。まあ今ちょっとコロナの影響もありますので外での撮影を控えております。家の中でできることを今探しているんですけども、ちょうどいいのがあったんですよ。その名も家でできるダウンシュラフの洗濯、今日はこちらをやっていきたいと思います。今日使うシュラフなんですけども、ナンガさんのダウンバック STD レギュラータイプでございます。まあ、これのいいところはこんなに小さいのでバッグに入れて持ち運んだり全く場所を取らないところです。これを買ったのは多分 4,5 年前なんですかね。 3,40 パックしてんのかな。あ、お米が炊けました。かなりくたってきてるなと思ってて、あと匂いですよね。気持ちのいい匂いではないなっていうところがあったので、ナンガさんのクリーニングがあるのはしてたんですけど、もう自分でやれたらいいなと思ったところにこの状況になってしまったので、今回はいいタイミングだなと思って、まずお家でこれを洗濯実践してみたいと思います。家でやる場合洗剤、お家で洗濯する場合の洗剤でもできますし、実際ナンガさんの説明書きにはここに洗濯の仕方が書いてあるんですね。洗濯機でも洗濯ができるみたいなんですけど、まあ、一応ダウンシュラフ、ダウン製品専用の洗剤を今回アマゾンさんで購入したので、じゃーん、グランジャーズダウンウォッシュキットというものを買ってみました。キットっていうのはこのボールが入ってるらしいですね。脱水した時にダウンの偏りを防ぐと。なんかパッと見子供が遊ぶ100均のおもちゃみたいですね。と洗剤、日本語書いてあるんで安心して使えそうです。洗濯機に直接導入する水性タイプのダウン用洗剤、羽毛のジャケットや寝袋、河川綿入りの製品も使用可能。ダウンの持つナチュラルオイルを保ちながら匂いや汚れを洗います。ダウンの膨らみを回復して保温性を向上させる。まあその保温性がもう最近すごい落ちてたんで洗濯するの楽しみですね。普通のダウンジャケットに対してキャップ1杯分、これが1杯分みたいなんで倍ぐらいだとして、まあ、2杯3杯でやってみたいと思います。でちょっとぬるま湯がいいということなんで、お風呂に30度ぐらいかなのお湯を張りたいと思います。実践していきたいと思います。お湯を張りたいと思います。寝袋を洗うのに大事なのは、最初にすごい空気を抜いてる方がいいと。圧縮された状態で入れるとよく水を含むらしいので、その水の含みを入れて洗濯をするっていう状態が大事らしい。この状態を維持したまま中に入れたいと思います。洗剤を2杯入れちゃいます。2杯半、やっぱりシャボン玉っぽい匂いしますね。チャックを閉めた状態で洗うのがいいらしいです。でも汚れてるのは中の内側の方だと思うんで、裏っ返して洗いたいと思います。圧迫して中にぶち込みたいと思います。まずはよく、お湯を浸透させる。あ、結構水入りましたね。よし、若干最初よりも濁った気がするんですけど、ちょっと色は後で検証したいと思います。じゃあこんな濁りが出てきたんで、すすぎに入りたいと思います。
トラすすぎの足踏みをしていきたいんですけど、実はこの洗うよりもすすぎで洗剤をちゃんと落とすのがかなり大事らしいんで、入念に2、3回ですかね、お湯入れ替えてやっていきたいと思います。洗いとすすぎは以上です。じゃあこれをまずベランダに持っていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんちょっと脱水をしていきたいと思います。脱水の時の注意は、洗濯機のドラムの中につける外側ようにやるのがいいらしいんで、ちょっと注意してください。こうね、外側に巻きつけています。じゃあちょっと脱水かけていきますね。じゃあちょっと待ちたいと思います。見てみたいと思います。さあどうなってるんでしょうか、まだ湿ってるかな。もう一回、脱水していきたいと思います。終わったので、次最後に乾燥ですかね。乾燥させるときは必ず陰干しで、小文字に干すと風の通りが良いので、こう干すといいらしいです。脱水でダウンがダマになってるので、ちょっとほどきましょうかね。乾いたところは結構ダウンが立ってますね。これをほぐし終えたら、乾燥機に入れにコインランドリーに行きたいと思います。ではコインランドリーに来たので、乾燥をかけていきたいと思います。8分100円なんで500円分入れます。まず南下のシュラフ、こちらを入れます。キットに合わせたボールを入れます。いってらっしゃい。低温があるので、これで低温を押して1時間ちょっと待って1時間かかんないぐらいですね。50分ぐらい待ちます。このキットがいいと思いますね。まあ、子供の遊び道具かと思うけど、こいつはすごいいいです。で、最後に縫い目に防水スプレーをかけていきたいと思います。20分ぐらい押します。ちょっと待ちます。はい、取り込みたいと思います。
け。匂いも残ってないし、いい感じです。すっごいね、もうね、めっちゃふかふかになった。いや、洗ってよかった。ふわふわです。なんかふかふかだわ、やっぱいいな。おい！おやすみなさい。